よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。よーし、今回は確かあれだよな。デートをすっぽかしたところから始まったんだよな。やべ、すげえ一週間見るだからな。どんなんだったか。あんま覚えてない。確かね、まあ、動画ちょっと見返した感じだと、あれなんだよな。そう、あれ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 。あれだよ、あれ。あれ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 。はぁ、全然覚えてないな。全然覚えてないな。とりあえず、あ、来た。バカじゃないの？これがあれやん、デートやってないと。もう速攻や、早い、速攻速攻。光との約束すっぽかしたでしょう。それは光との約束があるんだったら私の誘いなんて断ればいいんじゃない。ちょっと待って、それは誤解だよ。5回も6回もないわ。あんた脳みそないんじゃないの？ああ、もう！あんたの顔、見てるだけでイライラするわ。これメッセージが早すぎて先に消えちゃったんだけど。まずい。どうしよう。で、これで後でね、まあね、わーってなるから大丈夫だよ。別にこれでときめき度がね、下がるわけじゃないから。でね、女の子がもう少しで爆発しそうなんだよな。女の子が爆発するとおかしいけどな。お、来た！あ、光。ヒカル、昨日はごめんな。うん、そのことなんだけど、コトコ、先にコトコとの約束があったのに、私が無理に誘ったりしてごめんね。顔が真顔なんだけど。全然ないわよ。悪いのはこいつなんだから。そんな顔してないぞお前。全然そんな顔してないぞ。ときめきとマックスやけ。喧嘩してるのは嫌なの。今度のことは私が悪かったんだから、二人とも仲直りしてね。お願いだから。いや、はっきり言えなかった。俺が悪かったんだよ。二人ともごめん。コトコ、しょうがないわね。私も悪かったわ。ごめんなさい。かわいいな。これで仲直りだよね。3人で一緒に帰ろ。そうだね。はいはい。とりあえずよかった。いやね、実はね、もう試練をね、実はずーっとしてて、ずーっと死んではやって死んではやって繰り返してね、うわー、もうなんかもう俺ダメだってずっとなってた時にね、これときめもするとね、もう心がふわってなるね。あ、コトコだ。一緒に帰ろうと誘う。コトコー、あなたもよかったら一緒に帰ろう。いいわよ。ちょうど私もそういう気分だったから、よっしゃ、じゃあ帰ろうぜ。いや、これ全部イベント見えそうな感じがするな。実際ね、やっぱ11人同時攻略とかしたらね、こういうイベントがね見れないから、ま、11人ね同時にやった方が、ね、効率がいいかなとか思ったんですけど、やっぱりねこうやってねイベントをね一つ一つ見ていきたいっていうのがあるな。あ、これ確かね、怒ってると思うんだよな。爆発しそうだからね。ほら。電話しないといけない、電話。ホムラと、光あたりに電話しないといけないんだよな。一人電話だな。ホムラー。ああ、そうだ。あ、どうしたんだ。あれ、あれ、大丈夫じゃん。おかしいな。マジか。はい、行くんかい。くそ、マジか。あ、とりあえず爆弾を取り除こうかと思っただけなのに、くそ、ミスった。まあいいや。さあ、どんどん進めていこう。はい、ということでバレンタインデーに来たよ。あ、光。はい、イリチョコ、他の人にもらえそう。さあな。無理しちゃって。私一人だったとしても幸せです。まあね。まあ俺バレンタインでもらえないから、もらった本命はもらったことないからな、マジで。本命な、もらったことないんだよな。バレンタイン、そんな。帰れよお前。はぁ。あ、いや。あ、もらえ。あ。
お、オムラ、お前爆弾抱えてんじゃなかったの？こっちね、もう一回ね、まあいいや、それは置いといて。うお、来たよ。あれ、ことこ、どうしたの？受け取って。あ、ありがとう。これって。美味しく作ったつもりなの。食べてね。ツンデレが、あ、ことこ、手作りなのか。いいね、手作り。それも、そういう女の子ってホワイトデーにすげえのあげちゃうのにな、多分。多分な。今年は3つもらえたな、いいね。でも、ね、白雪さんもね、まあ、ときめきっていうか、好感度はね、結構いい方なんだよな。ちょっとびっくりしたもんな。一緒に帰ろうぜ。まあ、爆弾抱えてると思うんだけど、だからもう一回、ホムラに電話しないといけないんだよな。あ、そう、デートか。行こうぜ。なんかこの調子の方があれだな、悩む。ない。ないんかい。料理するなんて趣味じゃないね。そうなんだ。お前はどうなんだよ。え、俺のこと、そうだなという話をした。俺はないけどな。まあ楽しかったぜ。まああるとしたら試練がちょっとね、ちょっと難しすぎてクリアできねえっていうところ。もう積んでる。もう積みゲーになっちゃったよ。今スプラトゥーンと試練ちょっと積みゲーになってるからな。スプラトゥーンはな、もうね、ちょっとね、スプラトゥーンはね、まあ一時離れようかなと思ってるんだけどな。さて帰ろう。あのいや、どうしたの？よかったら。おい、そんなの断りだってすごいな。うん、いいは。おい、こんなの断るやつの顔が見てみたいぜ。はい、ということで今回は誕生日です。2月27日。誕生日の贈り物受け取って。なんかな、あ、嬉しいよ、ありがとう。宮月さん気に入ってくれるといいけど、ちょっと宮月さんの趣味ならバッチリだと思うな。何、中身ないんかい。あ、俺ね、すげえ美味しいお茶とかがいいな。おっさんかっていう話だけど。いや、やっぱね、美味しいものは美味しくね、食べれたらね、いいと思うんだよ。美味しいお菓子とな、美味しいお茶でな、グイッとな。はい。で、これ、ホムラと同じところに来てるから大丈夫かな。爆弾を取り除こうと思って、服が変わってる。お、この服見てねえぞ、おい。好きなもの。ロボットアニメと食い物だな。食えるもんなら何でも好きだね。なんだと？お前はどうなんだよ。あ、そうだな、俺のことという話をした。はい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 、いつも通りな。次の時は別のとこにしよう。しまった、ちゃんとしておくんだったって。まあそれはね、予定通りなんだけど、これで爆弾取り除いたかな。これで爆発したら最悪なんだけど。うえー、テストの結果見てきたぜ。その結果はまぐれなの？それとも実力？めっめっちゃまぐれだよ。そうなの。ことこ認めてくれたかな。まあ多分もうね、ときめきめっちゃしてるから認めてると思うよ。爆弾が爆発しない限りね。はい、ということでホワイトデーの日になりました。ことこちゃん、くだらん。これね、さて俺もお返しを渡すとするか、誰に渡そうかなって、もう決まってんじゃんこれ。ことこちゃん、うん、ことこに渡そう。ことこいないかな。あ、ことこ、あ、バレンタインのチョコのお返しだよ。あら、嬉しい。どうしてもことこに渡したかったんだ。美味しいチョコと美味しいお茶を渡したらね、これと一緒に食べたら美味しいよみたいな感じで言うけどな。俺ならそうするんだろうな。というところで、デートが多分予定してるから、これは適当に帰ってと。爆弾ついてる？お、ついてないね。爆弾なくなったね。よっしゃ。こう爆弾が外れる感じがわからんな。
で、また誰か爆発しそうだな。ことぶきちゃんとか爆発しそうだけどな、そろそろ。カラオケ。カラオケだから行きまいだろ。あなた、私との約束、よもや忘れてはいなかったわよね。もしや、意図的にすっぽかしたの？そうなのね。許せないわ。今度会ったらただじゃおかないわよ。このオートーク！あー、しまった。マジか。あっちゃーミスった場所。カラオケってそっちじゃなかったっけ？やっべえ、これリセットになる可能性が。でもときめきしてるんでしょ？をしてる、関係なかった。ほっと、ことこがもう来てるよ。あら、ゆっくり思えば、機嫌いいみたいだな。まあ、この間ミスってからごめんな。カラオ今回はね、カラオケに来てます。今歌った曲はシャミセン、サミジャンなんだ。俺と同じ感じだな、一番上は。日本的なのに現代音楽なんだね。聞いてると眠くなるけどね。これは一番ダメだな。真ん中かな。ここがいいのよね。三味線だと人気が出ないから狙えばチリで。良い印象与えたぞい。これあれやないかな。飯食いに行きたくないけど。じゃあ、あ、一緒に。飯はいかんのよね。オッケーオッケー。でですね、4月から5月の間に、ジェットコースターに行くと、まあ、あるイベントが起きるんで、そのイベントをね、やってみようかなと思っております。うえー、さて4月の8にしようかな。遊園地に行きましょう。うえー、完璧だ。はい、では4月になりました。おーい、みなずきさん。あ、ことこ。願い表見た？私、あなたと同じく。あ、嬉しいな。よろしくな。嬉しいの？私と同じ組だと。どうして？なんていうか、とにかく嬉しいんだよ。じゃあ、私も嬉しい。当たり前じゃないのかな。うわ、お前ら付き合えよ、早く。何してんだよ、お前ら。本当にもう。え？あ、これね。はい、オッケー。あ、いつものやつね。はい、今回は遊園地に来てまーす。おっと、ことこちゃんもう来てるよ。じゃあ、早速行こうぜ。赤、青の服装で、ジャケットが黒だと、もう完全にときめき度マックスなんだよな。それでも、頬見たらもうときめき度マックスってわかるけどな。どこに行くの？ジェットコースターに乗る。じゃあ行きましょう。おえー。ここでイベントがあるんだよね。ジェットコースターに乗ろう。こういうの好きかな？さあ、どうだった？そうか。じゃあ、早速乗ろう。どんなイベントだろう？想像がつかないんだけど。ここの、ジェットコースターのシーンは、飛ばして、それからの、からの、ことこ、大丈夫？しばらくすればとりあえず動くわよ。それよりも、怖え、こんなのやりたくねえ。あ、最近あったな、USJ でなんかジェットコースター緊急停止みたいな。私のおへその方に目をやっちゃダメよ。絶対に。なに？おお、できる。ダメって言ったでしょ。あ、そんなんできるんや。またの機会。めっちゃカチャカチャした。もう LR とかめっちゃ押しまくった。では、私はこれで失礼するわ。さよなら。あー、ちょっと嫌われたな。ちょっとやっちゃいけなかったな。ちょっともう一回電話するか。もう一回電話していくか。あー、やっぱそういうのあるんだ。
おそらく俺があの LR とかそういうのを押してなければ怒られなかったんだろうね。ちょっともう一回イベント見たいな。そんなイベントなんだと思ったんですけど、ちょっとやめとこうかな。多分ね、光かな。一回ちょっと電話してみよう。ちょっとね、誰か爆弾がついたんだよな。お前じゃないな。あー、くそ。誰か爆弾がついたから、一旦適当な、適当なところでセーブしよう。よいしょー。戻ってきました。誰がね、爆弾持ってたかというと、白雪さんがもうちょっと爆弾持ってたんで、まあ、それをちょっと解消するために電話したいと思います。わしじゃ。あ？校長？先ほど街を歩いておったら、目の前で、水月くんが車に轢かれたのじゃ。はぁ？待て、今ね、ちょっとね、前回ちょっと電話をしてね、あれしようかなと思って、爆弾を取り除こうかなと思って光に電話したら、まあデート誘ってしまって、小男がっていう状況になってます。親御さんに電話したいのじゃが、番号がわからんのじゃよ。なぜ俺に電話した？ちょっと待ってください。丸々四角バツ三角四角四角です。あ、かなりいかない。ではあしたら。ちょっとそれで小男の言う電話。待って、こないださ、デートすっぽかしてからのあれやろ？小男が心配だ。もちろんだよ。多分事故ならここに来てるだろう。レントゲン室の方だって聞いたけど、あ、小男！あれ？どうしてあなたがここにいるの？校長から電話があったんだよ。セロリ、大丈夫なのか？ちょっとぶつかって転んだだけ。たまたま校長が通りかかったからこんな大げさにな。そうか、なれよかった。後で光に謝らないとな。それどういうこと？実は今日は光と遊びに行く約束をしてたんだ。でも家を出る直前に話を聞いたからそのままここへ。どうしたの？早い。何もしてないのに、めっちゃ早かった今。あんた、バカじゃないの？全然関係ない私のところに来て、一体どういうつもりよ？お前が敵だから。いや、だって。だってもヘチマもないわよ。だいたい校長から電話がかかってきたとき、容態を聞けば済むことじゃないの。何考えて生きてるのか、さっぱりわかんないわ。この最低男。こっから来たな。全然世界は全然世界。いや、ここは怒っていいな。何？俺はことが心配だから来たんじゃないか。なんだよそれを、いきなりそんな言い方して。うるさいわね。私の怪我なんかどうでもいいの。あなたがこんなところにホイホイ来て、それで傷つく光の心の方がよっぽど重症なのよ。あんたなんかと話してる方がよっぽど体が悪くなりそうだわ。もう帰って。めっちゃ怒られた。あ、留守電入ってる。あ、光です。今日来れなかった理由知ってるから気にしないでね。こういう時にな、電話とかがな、あ、携帯があるか、今の時代携帯があるからな、なんとかなるけどな、昔の時代はな、こうだったんだよな。というところで、今回はここまでにして、次回仲直り多分するだろう、前回もしたから。仲直りのところから始めたいかなと思っておりますので、ご期待ください。あとはあれだな、白雪さんに電話しないとな、爆発しそうだから。はい、というところで今回はここまでです。でセーブして、はいはい、じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで。
今後もよろしくお願いします。じゃあねー。